はい、どうもこんにちは、Cです。いきなりですが、皆さんは恐竜って好きですか？僕はティラノサウルスが好きなんですけど、まあそういうのは置いといてですね、今回はなんとアークモバイルがついに日本国内で iOS、Android 両方ともリリースすることが発表されました。それでは最新の映像をご覧ください。まずですね、こちらジュラ紀時代に生きていた80種類以上のまず古代生物が登場します。彼らを捕獲することもできれば、飼育、訓練、そして乗ることもできます。そして増殖させることもできる。それ以外では家や家具、服、武器、そして大都市を作ることもできます。なのでクラフト要素もしっかりあります。ゲームは一人で遊べるシングルモードもあれば、何百人ものプレイヤーと同じフィールドでプレイすることもできます。最大50人でグループを作って戦うこともできます。こういうマルチモード、オンラインマルチモードも搭載しています。必要なスペックは以下の通りになります。今回はなんと映像だけではありません。 iOS のクローズベータテストが今募集されてまして、こちら事前登録することによって iOS の方だけなんですが、なんと抽選で先行でプレイすることができます。Android の方は残念かなと思っている方いらっしゃると思うんですが、 Android の方もぜひこの機会に登録してください。配信された際にすぐにプレイすることができますので、ぜひ登録だけでもしてください。それでは今回紹介していきましょう。はい、まずですね、概要欄の URL アクセスしてもらうとこのような画面になります。そうしましたら下の方に下がってください。英語で書いてあるんですけど、ここですね、この下のところのこのところを打っていただければ登録はできます。まずあなたの名前を教えてくださいということで、まあ僕の名前はシーサーなのでシーサーでいきます。で、あなたのまあメールですね、メールはもう何でもよくて、まあ適当なやつで本当にいいと思います。まあ G メール、まあ僕は G メールなんでね、まあここに打ってください。こんな感じで、まあこんな感じでメールを打っていただきます。で、そしたらあなたは iOS それとも Android ですかっていうことを聞かれるんですが、まあ正しくお答えください。で、今実際、ベータ版でテストでプレイできるのは iOS のみだけなので、もしまあね、 Android も iOS もあるよって方はぜひ iOS を押してください。で、こちらの緑のボタンを押してください。はい、で登録画面終わりますと、ここにこのような緑の文字出ますのでね、この画面が出たら登録完了となります。で、メールアドレス定期的に確認してみてください。抽選が当たった方はそちらの方にね、そちらの方に招待コード送られてきますので、それを元にねアプリ取りますので、必ずメールは確実に入力してください。はい、で今回ですね、オフライン版の ARK があったので、こちらプレイしていきたいと思うんですけど、これ何色にしようかな、まああんまり特にあれはない、黄色にした。これ女性も選べるのか、ほうほうほう、女性でいきますか、せっかくなんで。じゃあこれでいこう、これでいけんのか。スタート、決まりましたね。おー、大丈夫か主人公、なんかもう死にそうじゃん、すでに。あの宝箱的なやつを今頑張って取ろうとしてるね。どうした、大丈夫か、え、どうした、お、なんか怖いけど、なんかなんだこれ、あ、サイ、これで動かせって、ほうほうほう、なるほど、どういうことだ、あ、これで、え、どうするの、頑張って頑張って、ほんと、あと少し、あと少しだから、あと少しの体力を振り絞って頑張れ。そしてこの入れ墨みたいなのは何なんでしょう、すごく気になりますが、さあこう開けろ、開けるんでしょ、きっとこの中にすごい大事ないいものが入ってるんでしょ、なんか助けてくれるアイテム的なのあるんじゃない。こんなのいらないじゃん、全然いらないのゲットした気がするんだけど、何このジャックみたいな顔のやつ、なんだこれ、これ何なんでしょうね、ちょっとよくわかんないんですが、まあ、とりあえず斧とかここら辺は使いますよね。あとなんだこれ、水分、水気、水分とかも必要だってことかな。多分これ水分がなくなってきたらやばいとか、すごいマイクラ的な感覚でいいのかな。で、手のマークありますね、とりあえず手のマークをして、この箱から自分の手元に移動しろってことだよね。よし、これで多分手元に入ったんじゃないかな。はいはいはい、で、これは多分漂流で流されてきた感じだよね、僕。で、あとは走れるのかな？走ることもできますね。走りましょう。
ここら辺ちょっと探索してみよう。なんだこれ。あ、これもなんか取れる感じか。なんか実がありますね。なんだこれは。ヤシの実とかではないね。なんかすごい気持ち悪そう。バナナ。あ、バナナ取れる。なるほど、バナナの木だったんだね。これはなんだ、ほうれん草とかかな。葉っぱかい。あとはなんかあるかな。さっき持ってた武器、あれは武器というか斧とかはどこで使うんでしょう。もう今も使ってんのかな。え、これちっちゃくない。待って、何これ。おっと、ちっちゃい恐竜。これどうやって倒すの、これどうすんの。なんかちっちゃい恐竜いっぱいいるね。どうすればいいんだこいつら。で、攻撃もできないしな。ジャンプし、ジャンプはできるけど、ジャンプで踏み潰すとかもできなさそうだし。とりあえず今は俺は何しなきゃいけないんだ。もうちょっと奥行ってみようか、せっかくだから。ちっちゃいね、まだ全然ちっちゃい、子供みたいな赤ちゃんですね。まだ子供と、子供だね本当に。お、待って、でも奥に、奥に、奥になんかいるぞ。でっかい。なんだこのでかいやつ。これあれでしょ、あのモンハンに出てくるやつだよね。草食系の恐竜、モスだっけ。こいつ攻撃してこないよねきっと。まあ、尻尾とかね攻撃してくることあるけど、こいつはおとなしい性格、俺にはわかるな。なんかバナナとかあげれるのかな、これ。バナナとかあげたいよね、せっかくなら。あ、なんかでも手元にありますね。俺がこいつの目の前にご今バナナ食べている感じ、もしかすると。あ、そういう感じか。すげえ性格悪いなこいつ。性格悪。どうしよっかな、恐竜。ティラノサウルスに会いたいな、せっかくなら。もう少し奥探してみるか。この先に何かあるかもしれないしな。もうちょっと奥探してみよう。おお、マップバカ広いじゃん。なるほど、こんなに広いのか。こいつは見たことないかもしれない、このタイプ。待って待って、やめて、許して、やめて、やめて、危ない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 、待って、危ない危ない、うう、危ない、待って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 、許し、うわー。はい、以上ですね。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ゲーム実況の方もねバリバリやってますんで、もしよかったらゲーム実況の方もよろしくお願いします。以上 C でした。バイバイ。